2019明治安田生命 J3 リーグ第19節です。 AC 長野パルセル対ギラバーズ北九州の一戦をここ長野県長野市であります長野ニュースタジアムにお送りいたします。それでは AC 長野パルセルのスターティングメンバーの予想フォーメーションです。それではギラバーズ北九州の予想フォーメーションとリザーブのメンバーです。今はしっかりブロックを使って作って守っています。長野池本ターンをします。ノーファール中に入れてきたボールクリアをしました。大島池本智樹は今シーズン18試合に出場して3得点をマークしている選手。もううまく抜いてきました。クロスが上がった。ティサロのシュート。ティサロのシュートは枠を取られることができませんでした。うまく川島が抜いていきました。高橋ボール奪ってカウンターだ。さあスピードがある斉藤。斉藤キーパーの下足になるか。どうだ斉藤。あーとファールありません。斉藤はまあファールがあったんじゃないかとそんなようなジェスチャーありましたがファールありませんでした。キッカーは有永。斉藤はニアサイド。裏のスペース決まった。もう一度ご覧いただきましょう。国領が逆サイドから右足を伸ばしてきました。 AC 長野パルセイロ先制点です。川上から左サイド新井宏斗。ここは合いません。ボール奪いました。縦に送った斉藤です。注目選手の斉藤啓太どうするか。左足のシュート。長野はこの試合2本目のシュート。左サイドに展開。北九州の攻撃です。高い位置を取ったのは新井宏斗。中に入れます。ここからミドルシュートを打ってきます。対応します。受けてくる川上からダイレクト出します。少しもつれたか。ボールドリブル池本。池本どうする。逆サイド川島シュート。川島大地同点ゴール。北九州が追いつきました。池本からのドリブル。そして逆サイドフリーになっていた背番号19の川島のゴール。キーパーの位置よく見ていました。まあ、北九州は縦パスの意識、まあ、あとは陣で持っているときにやはり取られていくカウンターそこを気をつけろそのような指示がありました。じゃあ中に出ます。有永ここでシュート打ってくれ。素晴らしいシュートを見せました。背番号2乗新井純平。内田から折り返してうまくコースを狙ってきました。左足流し込んだ背番号2乗新井純平。段下げます。逆サイド浮かしたボールヘディングで押し返す。フリーになった。つだろう
サロの左足のボレーシュート、ご覧いただきましょう。逆サイド振ったボール、ヘディングで折り返したところ、リサロの左足のシュート。さあアディショナルタイムの4分が過ぎました。北九州まだチャンスがあるのか、縦に送ります。ボール奪った長野、ここで試合終了のホイッスルです。AC 長野パラセル対クラマンズ北九州2対1、3ヶ月ぶりの勝利がありました。 AC 長野パラセル